ジェイ・トーマス・ケリーは、アメリカ合衆国メネソタ州ビッグストーン郡、グレースビル出身の元プロ野球選手、監督、左投げ左打。愛称は TK。1968年の MLB ドラフト8巡目で、シアトルパイロッツから指名され、プロ入り。1980年までの13年間の、現役時代でのメジャー経験は1975年に、 ミネソタツインズでの一年だけであり、大部分をマイナーで過ごしている。なお、現役時代の本職は外野手であったが、メジャーでは一塁手での出場が最も多かった。1977年、ツインズ参加のトリプル A 級タコマツインズで選手兼任の監督となった。この時27歳の若さであった。君はリーダーの素質がある。 きっといい監督になれると勧められて転校したが、1979年からは3年連続でパシフィックコーストリーグの最優秀監督賞を受賞した。同時期にシカゴホワイトソックスで監督を務めていたトニーラ・ルーサは、彼は知名度はないが、将来は大リーグをリードする存在になると断言していた。百八十三年にはツインズの三塁コーチに抜擢され、 1986年9月12日には解任されたレミラーの後を受けて監督に就任した。この年の最終戦終了後、スタンドのファンに向かって今年は残念な結果に終わりましたが来年ここにワールドシリーズを持ってきますと宣言し、翌1987年にアメリカンリーグ優勝を果たして本当にワールドシリーズを戦うことになった。そのワールドシリーズでは セントルイスカージナルスを破って世界一にも輝いた。1991年にはアトランタブレーブスとの史上初の前年再開同士となったワールドシリーズを制し2度目のシリーズ優勝を経験した。1992年には日米野球で MLB 選抜の監督を務めている。その後はチームの緊縮財政もあって今一つのシーズンが続くが、 その間にトリーハンター、ジャック・ジョーンズ、クリスチャン・グーズマン、コーリー・コスキー、ダグ・ミント・ケイビッチ、ラトルイ・ホーキンス、エリック・ミルトンらの2000年代前半のツインズを支える面メ々ンメンが育ち、最終年の2001年には9年ぶりのシーズン勝ち越しを記録した。ケリーの背番号10、ミネソタツインズの永久欠番に2012年指定。2012年1月26日、 フルスツインズは、ケリー在籍時の背番号10を永久欠番に指定したい旨を示した。この年の9月8日に、ケリーを本拠地、ターゲットフィールドに招いて、セレモニーが催され、正式に永久欠番に指定された。ありがとうございます。